楽焼日本の伝統的な陶器の一種。本校で衝術する。素焼きの陶器に絵付けをする。素人の趣味のための手軽な焼き物。国楽茶碗楽焼は、一般的に、電動ろくろや足だけって回す。縮ろくろを使用せず、手とヘラだけで成形する。手こねと呼ばれる方法で成形した後、摂氏750度から1、摂氏100度で焼成した、軟質性誘導器である。また、 学者案などとも呼ばれる。競技には、田中家の歴代当主が作成した作品やその手法を、得た、野平焼、金沢の大日焼が含まれる。講義には同様の手法を用いて作成した、陶磁器全体を指す。千里キューラーの思考を反映した、手こねによる、わずかな歪みと厚みのある形状が特徴である。茶道具や炭道具のほか、無効付けなどの解析具として使用される。 天正年間、河原職人だった長次郎が千里休の指導により、樹落台を建造する際に、途中から掘り出された土を使って焼いた樹落焼きが始まりとされる。田中上慶の父、田中宗慶が、豊臣秀吉より樹落台から取った落の義民を賜り、これを用いるとともに、野豪にしたことから落焼きとなった、との説が広く知られる。 学家は2021年時点で15代目。14代目は1978年、京都市の学家を元となりに、楽美術館を開館させた。学家の楽焼を、本用、防流の楽焼を、湧き用という。初期の製法としては、素焼き後に、鴨川国籍から作られた鉄油をかけて陰干し、乾いたら、また釉薬をかけるといったことを十数回。 繰り返してから摂取1000度程度で焼成する。焼成中に釉薬が溶けたところを見計らって、釜から引き出し急冷することで、黒く変色する。これは、身の焼きと共通する手法である。天正9年度14年頃に、長次郎によって、黒落茶碗が焼かれたのが始まりである。赤土を素焼きし、透明の釉薬をかけて摂取八百度程度で、焼成した本網光悦や、 楽導乳の作品などが有名である。利休のエピソードに秀吉は国楽を嫌い赤楽を好んだとある。学家の四代目である楽人潮の諸士であった一元が、江戸時代の元読年間、母方の実家である犬池があった山城国玉水で開けようした。学家の五代目である曹乳は、尾方家からの養子であったため、血統的には玉水焼きが学家を引き継いでいる。 玉水焼きを8台続き、明治初期に廃業となった、2021年、京都市に、落焼き玉水美術館が開館した。ありがとうございます。